谷川さん、はい、このルーファスも非常に怖い相手ですね。そうですね、ボクシングテクニックうまくてですね、本当カーマンとかマンソン・ギブソンとかですね、もう世界でもう名だたる強豪を倒してますから、はい、だからこれヨーロッパで一番見たいカード、はい、そうですね、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。まずはジェロム、ただルーファス選手もですね、はい、バンナほどでかい選手とは戦ってるのはないと思うんですね、やっぱりカーマンとかマンソン・ギブソンと戦って、あっと左左です、ね、その体重ですからね、すごいですね、はい、やっぱしかし動きが速いですね、パンチテクニック前ですね、本当にリクルーファスって本当にアメリカンタイプのキックボクサー、はい、ブルース・リーみたいにサイドキックとか後ろ回しが多用しますね、はい、なおかつパンチすごくうまいんですね、まあ、本人はですね、予想のつかない攻撃をする、まあ、そういう意味でニックネームがアンプリディクタブルジェット、まあ、そういう風にアメリカでは呼ばれているそうです。あっと入った、早いでしょ、さあこれは分からなくなりました、まさにゴムの展開、まずは膝蹴りです、典型的なマーシャルアッサー、そしてもう一発膝蹴り、これは一瞬も目が離せませんね、そしてアッパー、速いナイスパンチですよ、すごいですね、ジェロムがちょっと前蹴り入りました、そして左、なかなかのテクニシャンですね、コンビネーションがいいですね、いやなんか試合前本当ルーハスがですね、はい、ちゃんと目をつぶって俺のよく攻撃を見ろって言ったぐらい自信あったみたいですから、かなりそのインタビューをしてましても自信のコメントというのが左です、さあ左左来ました、左のステレオ入っています、すんごい感じ前ですよ、やはり WBC のコンチネンタルアメリカのチャンピオンにもなっています、 そういう意味では破壊力があります、長嶋さんどうですか、いやなんか館長変わったコンビネーションですよね、パンチの出し方なんか遠回しに出してるように見えて、はい、いやね、捕まえなかなか捕まえられないと思いますよ、ちょっとフラッときました、さあ復活を目指しますジェロム・レバンナ、レバンナ選手さっきの紹介にもあったように、どうも去年のサム・グレコ選手との戦いからですね、はい、ずっとなんか調子が悪くてちょっと自信が、ね、なさそうなね、あの体格とパワーだったら、はい、そんなに今年あんなに悪いわけないんですよ、ね、彼はもともとですね、ローキックなしのチャンピオンなんですけども、はい、弟のジェフ・ルーハスというのはムエタイのチャンピオンなんです ね、 そうですね、で今回弟 のジェフ・ルーハスも来日してますけど、はい、ローキック対策もバッチリやってきたと言ってますから、ね、まあ、去年の K-1 グランプリでベルナルドと対戦しまして2ラウンド TK を発表していますからね、さあ一進一退の攻防が続いています、今のところリック・ルーハスのペースですね、バンナもこういう選手と初めてじゃないですかね、グラッと後ろに下がりました、ジェロム・レバンナ、さあリックが攻めるか、バンナの中段より早く第1ラウンド、はい、バックアンドロー、多彩な攻撃を繰り広げます、リック・ルーファス、ジェロム・レバンナピンチ、いやもう予想外の展開ですね、あ 僕の勝手な予想ですけど、ね、一発返します、いや僕はやると思ってましたよ、あそうですか、激しい打ち合い、ルーファス勝利予想したんですけど、ちょっとやっぱり本当に大番狂わせあるでしょうね、ちょっとバンナが自分のタイミングで全然距離を取れてませんね、はい、さあこのいや本当目がルーファス目よく見てますね、さあ第1ラウンドは終了しました、しかし関根さん、この K-1 初参戦のリック・ルーファス驚きましたね、素晴らしいですね、滑らかですよね、昔ねボクシングのウェルター級の世界チャンピオンで、ホセ・ナポレスっていう選手がいたんですけどね、はい、その方がねやっぱりバターのように滑らかだっていうね形容されてたんですけどね、それを思い出しましたよね、彼はソフトマーガリンぐらい滑らかですよね、本当ですね、いや角田さんもご覧になりながら非常本当にうまいなというねことをおっしゃってましたが、やっぱ K-1 のファイターの中でもボクシングテクニックの完成度に関して言えば本当にもう1、2を争いますよね、ああそうですね、こんな選手が関根さんまだいるんですもんね、まだまだいる、面白いですよねこの K-1 の世界はね、はい、さあリック・ルーファスが第1ラウンド主導権を握りました、マンソン・キムさんよりももっとパンチうまいですよ、さあいよいよ第2ラウンドです、僕も印象マンソン・ギブソン、激しい打ち合い左です、入りましたよ、マンソン・ギブソンよりもパンチが上手くてですね、速いって感じがしますね、ちょっと下腹部への攻撃があったようであります、そうですね、サウスポーズをオーストロックスだった場合はどうしてもですね、はい、左の蹴りがちょうど正面に入るんですね、ジェロム・レバンナはリックについて小さい頃常に憧れの選手だった、まあ、フランスでも非常に有名だそうであります、まあ、その選手とやれることは非常にいいチャンス、今アメリカで一番有名なキックボクサーですね、まあ、ただ今回は逃げないと積極的に入り続けたい、もう一発いきます、そして後ろ回しと返します、ジェロム・レバンナ右、今の蹴りですね、ちょっと落ち着きを取り戻しましたか、それバンナ選手のやっぱ蹴りは左左、ね、この左は入りますね、これはスリップです、でも
バンナの目はまだ生きてますからね。あ、今いいビーしましたね、もうなんか目が覚めたって感じですよ、さあ第2ラウンド、まあ、ここからが土壇場のバンナが見られるんですね。ここからですね、バンナがどういう風に盛り返していくか。やっぱりピーターズとかレイセフォーに連敗してますから、はい、左ローキックです。とにかく今年の K1 の大会2回ありましたけども、まあ、とにかく忘れたいと言ってましたね、もう過去にはこだわりたくない、僕には未来しかないと、そういう風に語っておりましたジェロムレバンナ。しかし第1ラウンドは圧倒的にルーファスのペースで進んでいます。現在第2ラウンド、徐々に徐々にペースを取り戻すことができるんでしょうか。まあ、本当弟とも違うタイプですね、はい、このルーファスね。さあ、はい、ボディに一発入れました。あ、ちょっとあの本当にバンナの目が生きてきましたね、自分で必死に気合い入れてリズムを作ろうとしてますね。ちょっと体を左右に動かしながらリズムを作ってまいりました。レジョムレバンナ左のローキック目ですね。さあコーナーに追い詰めるんでしょうか、リック・ルーファス。やっぱりこれだけの観客でですね、しかも K1 のグランプリですから、はい、なかなか負けられないですよね。もうこれで負けたら東京ドーム出られないわけですから、ロフタイドもあとないです、ね、あとないですよね、はい、バンナ選手の必死ですよね。まあ、当然リックにしても自分はこういう選手だというのを示しておきたい、うん、大事な戦いでもあります。さあちょっと攻撃が止まっています。ああ今のも変わった攻撃ですね、うまいですよ、ね、さんが前に取るのがですね本当に変則的ですね、リックはだからこの作戦でしょうね、ヒットアンドウェイ、ヒットアンドウェイっていうんですか、だからジェロムがまあ猛獣だすると、はい、それをかわす闘牛士みたいなもんですね。だからジェロムにしてみますとヒットアンドウェイですから、あまりまっすぐこう正直に行ってしまってはいけないわけですかね。さあ左右です、このパンチを、あの右のフックであれ一発ロブカマン倒してますから、どうでしょうか。さあこのまま倒すのか、ここでゴング、ゴングに救われました。ということで関根さん、ついにルーファスがダウンを奪いました。あの弁慶と牛若丸の戦いを見てるようなね、そのあのね、あの力強いでしょ、レバンナの、はい、さらに弁慶ですけどね、ジクジク出られてますよね、角田さん、ね、いますよね。今のこの左のストレートなんてね、よく体重がね、このルーファス選手の右足にね、よくこうやって乗ってるんですよ。だからね、なんか滝槍みたいに伸びてるでしょ、パンチが。これね、ボクシング技術がですね、完成してない選手ってこういうパンチ打てないですからね。伸びてますね。ものすごい伸びてるでしょ、体格差かなりあるのに、ぐーっと伸びてるんですよね。打ち抜いてますよ、ね、打ち抜いてるんですよね、前足にね。テクニックの一つの証明であると。そうですよね。3ラウンドにダウンを取られましたジェロムレバンナ、左そして右です。でもリックルーファスは実に落ち着いてますよね、やはりこれあたりがベテランの味というんでしょうかね。さあワンツーをしますが、これはうまくかわしましたバンナ。まあ、本当にアメリカならではの生まれるタイプの選手ですね。左激しい打ち合いになりました。当たりましたよ、左のね、当たりました、はい、ちょっとルーファスが今嫌がりましたね、リンチしたのは。さっきから見てると石井監督、パンチからこう蹴りにつなげるというよりもルーファー選手、蹴りからパンチにつなげてる。そうですね、蹴りはあくまでもフェイントですね。あった、右です。蹴りがフェイントですよね、ローがフェイントで、その後踏み込んでくる。さあ、激しい打ち合いになります。左が入った、バンナも倒しに来てますね、勝負に来ています、勝負に来てますね、倒さないと勝てない。じわりじわり問い詰めます、ジェロムレバンナ。でもカウントうまいですから、ルーファー選手は。そうですよね、バンナの一発もまだ力ありますね。追い詰めるか、左、徐々に徐々に自分の形勢を良くしようとしていますが、左が入りました、来ましたね、ガクッときました。今のは大丈夫ですよ、あれはね、ガゼンとして左、俗に言うですね、はい、あのサイド受けって言うんですけど、ブロックすると膝痛めるんで、はい、膝を内側に受けて、避けてですね、内側に入れて、ローキック流してるんですよ。だからうまくディフェンスを、そうですね、すね受けじゃないって、すね受けじゃないんです、流れますけど効かないんですね、あっちの方が。バンナが良くなってきました。あっちの蹴りですね。右の蹴りですね。右の外側の蹴りですね。勝てないですね。クルーハスどうか。ま
バイキングポーズを取りましたが、さあこのまま試合続行です。チャンス、ジェノブレランナー復活、もうチャンスです、ね、チャンスあります。しかし返します。さあロープ際に追い詰めたジェノブレランナー、左、来ましたね、左、さあ攻撃できません。という逆転の試合だったんですが、関根さん、いや面白い試合でした ね。あのでもレバンナは精神的にタフになりましたよね。そうですね、あそこから巻き返したんですからね、ルーファス選手には今後も来てほしいですよ ね。角田さん、はい、このラウンド、それから試合全体を振り返っての印象ですが、とうとうね、矢尽きて力がね、尽きてしまい、矢が折れてね、血が力尽きちゃいましたけど、ローがね、ですね、捕まっちゃったんですよね、体格差もありますね。でレバンナ自身も最初に K-1 来た時にあのタイの選手に蹴られまくりましてね、そうですよね、ノックビートね、ローの強さっていうものを体験して、2年後こんなに強くなっちゃったんですよね。いや最初の流れを見ている感じではちょっと今日はジェロム・レバンダ危うしというね、いましたね、感じがありましたけれども、はい、よくぞここまで巻き返したというこのジェロム・レバンダ。さあこの試合のポイントは一体どういうところにあったのか、角田さんに解説をお願いしたいと思います。まあ、あの本当にこの大会屈指の名勝負になりましたよね、はい、これはね一つには僕思うんですけども、要するにリック・ルファス選手というのはあのずっとローキックなしのルールで戦ってきましたよね、でそういう選手がそのローキックありの試合に出てくるときに必ずまあそのいわゆる通称ムエタイスタイルっていうんですか、ムエタイスタイルの勉強するんですよ。でリック・ルファス選手はでもこの試合の中ではあくまでも自分のアメリカンスタイルを守ってますよね、これもしムエタイスタイルで戦おうとしてたらもっと早く終わってますね、こんな名勝負にはならなかったんですよね、自分のスタイルを固くなに守り通した、守り通したがゆえにこんな名勝負になりましたね。しかし関根さん、随所にね、あのルーファスのうまさみたいなものを感じたよね、きっときらめくような技が出るんですよね、絶妙ですよね、タイミングがね、おい今のカウンターなんてね、本当に蹴りをすかしてね、名人芸ですよね、名人芸ですよ、竹槍みたいですもんね、またこのルーファスと、他のいろんな選手との、そのマッチメイクが、いろいろ想像できますもんね、楽しみになってきますよね、楽しみになってきましたよ、これどのあたりが浮かびますか、関根さん。僕はステファン・レコとか、ね、あといいです、ね、ホーストとテクニック合戦、ね、なるほど、面白い、かつてね、一度やってるんですよね、ホーストとはね、そうですか、はい、しかし、まあ、角田さんもおっしゃいましたが、その中で流れを変えて勝利を掴み取った、はい、バンナーにとってはこの勝ちは大きいですね、大きいですよね、本当にね、最後はこれね、もうこのレミリーを止めたのはもう賢明ですよね、はい、というこのジェロム・レバンナの逆転のノックアウト勝ちでありました。